はい、皆さんこんにちは、ハッピーです。サイゼリアのね、間違い探し、めちゃめちゃ難しいって評判なんですけども、せっかくね、サイゼリアに来たんで、やってみようと思います。これがめちゃめちゃ難しい。難しいってよりは、最初はめちゃめちゃ簡単なんだけど、後半からめっちゃ難しすぎて、間違いの数がそもそも間違いなんじゃないかっていう。急に全く分かんなくなる。僕も学生の頃はね、やってみて全然できなかった。7個目まで見つけたけど、あと3つは全然見つかんないっていう。今回4年ぶりにね、ちょっと動画を、1回出てくれた中井くんがね、来てくれまして、その間違い探しを対戦プレイで、早く見つけた方の勝ちというふうにしたいなと思います。中井くんがね、せっかく来てくれたので、中井くんが全て見つけて俺より早く見つけたら、今回サイゼリアおごります。マジで単純に間違い探しをするっていうのも普通にただ楽しんでるだけなんで、そのシンキングタイムは無限に設けたらつまんないんで、商品を注文して、その商品っていうか食べ物がテーブルに置かれるまで待ってる間だけをシンキングタイムします。次食べてまた注文しないと間違い探しまたできません。シンキングタイムが続行できないので、今制限時間としては8時半で、ラストオーダーが12時半なんで、まあ2時間ぐらいですね。一応2時間をリミットにしてやっていこうかなと思います。で、まだ見たらわかんない。そうなんだ。リバース。いや、だからすぐ来るやつとかやったらさね。あ、確かに一回ジャブでこれだけなんですよ。これだけですはい、大丈夫です。よし、ここからだ。あ、スターズだよ、もう。これ俺勝てばおごりだからね。10個。今何個見つけたってことは言っといて。1個。え、早っ。1個 OK。2個。あ、2個、俺も2個。3個。4個。え、早っ。マジで。あ、でも最初簡単やから。待って、俺その簡単も見つけられてないけど。5個。あ、5。最初簡単なんだよ。うん。その後なんだよ。すでにやってもないんじゃないかと思う。いや、ほんま。全部お互い多分分かってるよ。どこなのか。多分ね、分かりやすいやつ。ね、簡単な、そう。6個。マジかよ。焦ってるよ俺は。追いついておきたい。これ料理が遠慢に。サラダがさっきやっぱ早いね、こういうサラダ系は。やばいな、ちょっとこの間にチャンス。もうでストップしてるよ。まずいまずい。絶対いいですよ。あった。ちょっと怖いもん、ね、7位行かれたら失礼いたしました。こちらサルシッチャのグリルとヨーロッパドリアでございます。いや俺正解やん、すぐ食べれるの。うわすごい。マジ欲張っちゃった。でも一つ一つが多分ね、結構あれ、ね、そう大きい見つけたら。コート代とかは2人でいくらぐらい。だいたい1人高くて2000円ぐらい。あ、夜とかやったらナイター使うからちょっと高い。じゃあ大体4000円ぐらい。うん、早っ。喋ってるうちに。やばいやばい、どんどん行くよ。ムール貝のガーリック焼き、こういうのあれだね、確かに。これ再開します。うまっ。ミラノ太りや、うまそうやな。うまいわ。プライベートだったらオリーブオイルかけるから、味はやるんだけど、オリーブオイル取りに行ってる暇ないから時間が欲しい。いいねんね、全然取りに行ってもね。めっちゃ見落としてる気がする。え、見落としてる気がする。これが、いや、違う、難しいからさ、うん、難しいやつをさ、見落としてる、普通に見てても気づいてなくて。あー、そういうことね。俺がなんか見落としてくるって聞くそんな反則みたいなしませんよ。めっちゃ見てくるみたいな。うん、そうなんだ。芝生で。大丈夫大丈夫。あの視線こっちや。食べました。はい。ちょっと煉獄の卵気になるから食べる。
煉獄の卵。何これ、知らねえちゃん、知らねえちゃん、めっちゃ鬼滅に媚びやってる。煉獄の卵がお一つ、はい、でよろしいでしょうか。はい、お願いいたします。お願いいたします。来た、待って待って、焦らせる。リスタート、リスタート。やば、マジで分かんない。全員目の焦点が合ってない。見つけた。え、マジ7。やばやばい。これ結構簡単かもしれん、俺見つけた。本当、今見つけた。あ、なんで気づかなかったの。東大元暮らしてきたから、うん、やばいなぁ。はい、ちょっと待って待って待って。やばいやばいやばいって。嬉しい嬉しい、なんか急に覚醒したぞ。なんで東大元暮らしたヒントだ。え、うっそ。9。マジ。え、今日俺まだ一品しか食べてない。本当に。あ、いや違った違った。いいんすか、もうラスト1個あれ。いや怖いわ。いい、怖っ。いやでも結構ポンポンいけたで。なんかそんなにむずくない。え、何その余裕。9個まで。何その余裕。強者の余裕。あ、ミッケ。はい、だからあと3つかも。このピザみたいな食べてる子供の子供が靴下、靴履いてない。何を言ってんの。マナーが間違ってる。そういう問題じゃない。マジでわかんねえ。印刷ミスを見つけない。そんぐらいの、そんぐらい色が微妙に違う。ね、ラインがちょっとだけ出てる。そうそうそう。お疲れ様。モノレールのバレクエクトレンコの卵でございます。来ました。来ました。ジョジョのボスみたいな。確かに。私の負けが間違いないと。お待たせいたしました。早すぎ。早すぎです。すいません、注文いいですか。ラムのラグソースのスパゲッティ。ラストオーダー何かございますか。ラストオーダー9時半ですか。ラストオーダー9時半の閉店が10時ですね。あ、フレンチトースト、ポップコーン、シュリンプとハンバーグの盛り合わせ。はい、一つ。トリプアイスクリーム。はい、以上で。かしこまりました。ネットアウトね、11時に入ってた。あ、マジ、うん、だから、あ、余裕あるわ。とりあえず、最後の料理が来るまで。そうだね。さすがにあのお店に迷惑かけられないんで。まずラストオーダーが届いた時点で終わりにしよう。OK。この時点で多く見つけたら感じです。そうですね。本当にあと11時、1時間余裕あったら見つけられたと思うんですよ。今ラグソースのスパゲッティでございます。うまい。美味しい。ちょっと癖あるけど、ラム好きやから俺。あ、そうなの。うん、最後まで戦う。このご時世なのに全員マスクつけてるの。違う。胃袋半端ないもん。パスタ2つ取ってるよ。あ、見つけた。見つけた。あと2つ。マピオン8個目。見つけた。なんだよ。あと何個だ。1個ある。あと1個。9個見つけたんじゃん。あ、そうだそうだ。わぁ、あと1個だ。最後本当に多分意地でも見つかんねえとしてました。お待たせしました。ポップコーンシュリンプとハンバーグの盛り合わせでございます。あとフレンチトーストでございます。いるかな、間違い探しクリアした日いる。
いるんちゃう、強者じゃない。お疲れ様でした。まず羊の口、口ね。でピザじゃん、ハート、これが、うん、鼻、これじゃん、足が、まあこれも。待って、どう顔してるの、おかしいな。俺本当はハクは見つけたよ。で猫これ、ね、これね、うん、スカートの色に、うん、フルーツも止まって、うん、バイクポーズです。これこのさ、この女性のさ、ズボンがちょっと見えるこっち完全に隠れてるんでさ、それで、あれと思う。これをカウントすれば10個に入る。多分バイク、このバイクのやつは、GoPro の充電が切れたんで、至急こっちで撮ってます。これは結局、うん、数としては仲良いらしい。そうやね。勝ちました。9個だね。9個、うん、で、8個かな。うん、今回の会計は僕が持ちます。ありがとうございます。またちょっと、ね、勝負をまた挑む、やりましょう、うん、ということでね、約束したんで、うん、仲良いよね、またどっかしらの動画に出るんで、マピオの応援を何卒よろしくお願いします。この動画だけではぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ、はい、勝者にはもう何もね、逆らえない俺は。サブスク、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 サブスク。